なんだ、三味線に嫉妬でもしたか。ほら、素直に言ってみろ。望めばお前のこともいつだってかき鳴らしてやる。小娘が一丁前に音色を聞き分けるとは。上出来だ。特別に三味線の音が変わったわけを教えてやろう。伝わったか？自ら俺に囚われた特別なお前に、俺の全てを感じさせてやる。今夜は覚悟しろ。